早速ネガ、静かに、防衛でも、尖閣諸島の動きを追っています。今回は、過去最多侵入を繰り返す中国、海警局を詳しく見ていきますね。警戒は強まるばかりですが、日本にはある秘策があるとも聞いています。言えないですが、2021年12月24日には、尖閣諸島周辺の接続水域への中国、海警局の船舶の侵入が、23日連続で確認され、ほぼ連日、同海域を担当する、海上保安庁の船舶が、警告を発する等の対処を行っているが、その数は全く減少していない。今年2021年は、こうした接続水域への中国側船舶の侵入が、12月21日までの累計で、1194隻を数え、2019年より続く増加は、やむことなく、むしろ毎年、その数は、増加の一途をたどっている、状態でであり、海上保安庁の現場の負荷は、計り知れない。尖閣諸島の周辺海域に侵入し、さらに、ケースによっては、その先の日本の領海内にまで進出してきているのは、一応中国でいうところの海上保安庁に相当する中国、海警局所属の船舶だが、かなり、軍事的色彩の濃い組織である。というのも、中国、海警局は、近年の改変で、軍事警察に、紐づく組織になっており、法治国家とは呼べない中国でも、一応警察権を担うものではあるが、装備やその内容を含め、ほぼ中国海軍に準ずる武装組織だと見さされている。こうした中国、海警局の船舶は、日本の尖閣周辺の領海内に、たびたび侵入を繰り返しては、同海域で漁を行う、日本の漁船を排除しようとする行動を行っており、担当する海上保安庁の第11管区海所保安本部も、対応に苦慮している。海上保安庁の第11管区海所保安本部からしてみれば、日本の漁船が、中国、海警局の船舶によって、攻撃を加えられたり、拿捕されるような状況に陥らないように、手を尽くしていると思われるが、それを非難する人々もいる。それは、こうした海域に、日本の漁船が向かうこと自体を、弱腰な海上保安庁の船舶が妨害しているかのように言い募っているのだが、積極的に、中国、海警局の船舶に対峙できない、海上保安庁の立場をあまりにも理解していないように見える。海上保安庁は、中国、海警局の船舶だけでなく、このような都に摩擦を引き起こしかねない、一部の日本の漁船の行動にも、対処が求められており、国の方針に則った、対応しか行えない現場の巡視船の方々を思えば、気の毒でならない。確かに、尖閣諸島周辺海域は、日本の接続水域や領海であり、それを後ろ盾に、日本の漁船の行動が、少しでも制約を課されるのは、おかしいと主張したい気持ちもわからなくはないが、ことは、現場の判断レベルを超えているだろう。それを思えば、こうした一部の行動は、例えが適切ではないかもしれないが、自分の土地だからといって武装した他人が入り込んだ場所で、危害を加えられる事態を心配して、必死に近づくことを止めている、海上保安庁ごとを責めているようですらある。さて、このように、中国、海警局の船舶だけでなく、身内の漁船からもあらぬ非難にさらされている海上保安庁だが、年々、船舶数と、それに伴う侵入行為を増加させている中国、海警局に対し、大型巡視船の追加配備をこのほど行った。これが、先月の2121年11月12日に就役させた、黎明型巡視船の3番艦、秋月であり、2016年8月の閣議決定に基づき、建造が進められた船舶で、満載排水量9300トン、全長150メートル、全幅17メートルの大型巡視船だ。秋月は、
1992年に就役した当時は世界最大と言われた巡視船、四季島の流れを組む船舶であり、以後の2013年就役の秋津島を含めれ、伊明型3隻も同型艦と見さし、四季島型と称されることもある。秋津機の特徴の一つが、巡視船としては、充実した兵装が挙げられ、大型巡視船に、ふさわしく、スウェーデンボフォース社製の70口径 40mm 単装機関砲1機と、アメリカ、GE 社製の 20mm ガトリング砲2機が搭載されている。この 40mm 単装機関砲1機と 20mm ガトリング砲2機とは両者とも、水上、及び、低空の航空目標物に、対処が可能であり、同じ、第11管区の石垣海上保安部に、最多の10隻が配備されている国が、2型の 20mm ガトリング砲1機に比べ、はるかに強力だ。単純な火力という点で見れば、秋津機は、従来型の巡視船のおよそ4倍にも相当すると見られており、相手からの実力行使を思いとどまらせることが可能な、有効な抑止力を備えた船舶として、尖閣諸島の警備を担うこととなる。また、秋津機は、艦尾に、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリを、最大で2機収容可能な格納庫と、発着艦用の甲板を装備しており、通常は、1機運用とされるヘリも、場合によって、増加搭載も可能となっている。EC-225 シュペルピューマムキータスヘリは、2名プラス1名の操縦者や乗組員を除いても、最大で24名の人員を収容可能な大型の輸送、汎用ヘリであり、1100km 以上の航続距離を持つことからや、多用途な運用が可能である。この航続距離であれば、尖閣諸島から沖縄本島への行き来も可能であるため、非常時に救助した人員を、病院等や安全な場所に退避させることが期待されているが、2021年3月に行った追加発注と合わせても、15機しか調達はできていない。加えて、秋津機が期待されているのは、その大型の船体による、長大な2万海里の航続距離、及び30日以上と言われる連続航行日数にあり、中小巡視船の同約4000海里と7日弱と比べ、大きなアドバンテージを持つ点にある。石垣保安部の港から尖閣諸島周辺の海域までは、片道およそ4時間弱の移動時間が必要だが、これを往復で考えても、秋津機のような大型巡視船は、当該海域に長期間泊まることが可能となり、警備体制の強化に直結することとなる。こうした機能を有する大型巡視船、秋津機の収益は、進出を強めている中国、海警局の船舶への直接的な対抗策といえるものだが、船舶の建造数、調達速度に勝る中国に対して、物理的な抵抗を試みるのは有効ではないとの意見もやはりある。では、物理的な対抗策以外の方策として何があるのかといえば、1972年の日中国交化正常化の時点で、両国が合意したと、まことしやかに語られることの多い、尖閣の領土問題棚上げを、政治的な交渉により復活させるという案だ。しかし、実際には、1970年代とは、比較にならないほどの、経済的な発展を遂げた中国にとって、今更、日本との話し合いで譲歩する可能性も必然性も全くないように個人的には思えてならず、日本の希望など滋賀にもかけられないように見える。現時点での日本政府自体の見解も、尖閣諸島は固有の領土であるとし、そもそもの前提としてこれをめぐる領有権の争い自体が存在しないとしていることもあり、一部の声にあるような中国との交渉には至らないと感じられる。この2021年12月22日には、海上保安庁の武功、アグニ、の2隻の巡視船と、海上自衛隊の高波、山霧の2隻の護衛艦とが、
伊豆大島の東方海上で合同訓練を行ったことが報じられており、注目を集めた。これは海上自衛隊が同合同訓練を公表するということそのものが極めて異例であることが主たる理由だと思われるが、中国の船舶が尖閣諸島に接近する状況を模して、両組織がどのように連携を図るのかを確認したとされている。